はい、こんにちは。今日は、午後の紅茶おいしい無糖についている、サッカー日本代表、歴代ユニフォームマグネットを買ってきましたので紹介します。まずこれが2004年の、サッカーのユニフォームです。2004年というとアジア大会ですね。ジーコの時かな。はい、次がこれです。2006年ドイツのワールドカップの時のユニフォームです。10番なんで俊介ですかね。オーストラリア戦でゴールを決めた時の、俊介のユニフォームです。次、2008年ですね。2008年はオシムのアジア大会ですかね。はい、これも、10番です。10番俊介だったかな。まあ一応こんな感じです。次、はい、その次2010年です。2010年というと、南アフリカですね。南アフリカの時の、10番の、ユニフォームです。ここ、真ん中が赤いんですけども、確か女子がピンクだったと思います。その次、2012年、これは、アジア大会の時ですね。10番だと香川ですかね。2012年の、ユニフォームです。これも女子は真ん中がピンクだったと思います。はい、そして、今度のブラジルワールドカップのユニフォームです。ちょっとシンプルですね。なんかレトロみたいな感じになってます。これを着て、まあ、10番香川になるんでしょうけれども、頑張ってほしいですね。はい、以上この全部で6種類2004年から2014年までのユニフォームになっています。サッカー日本代表公式飲料で、午後の紅茶おいしい無糖と、普通にミルクティーとかの方が好きなんですけども、まあしょうがないですね。じゃあこんな感じで、歴代のユニフォームが並んでいます。これマグネットになってますので、冷蔵庫なんかに貼って、まあ、それを見ながらサッカーを応援していきましょう。以上です。ありがとうございました。